皆さんこんにちは、ルイです。先月末はダブルラックガチャ来なかったんですけど、4月に入って新年度開幕記念として厳選ダブルラックガチャ来てくれましたね。先日ログイン障害のお詫びでブルージェム1万個もらえたんで、ダブルラックガチャ3回引いても9000ジェムなんで、実質無料でこんなにお得ガチャが引けるのめちゃくちゃ熱いですね。今回のラックガチャは1人3回まで挑戦可能で、排出内容はキャラの方は袴潔、シドウ、覚醒リン、ルナ、執念ナギ、クロスバチラ、執念リン、覚醒ライチ、キラ、クロスチギリ。キャラの排出内容、最強キャラばっかりが揃っていて、めちゃくちゃ厳選されていますね。そしてサポートカードの方はメイドバロウ、イサギ&バチラ、国神&チギリ、奪いに来い、ムカつけ熱くなる、クモーゼ、死んでも勝つ、化け物たち、最悪だ、覚醒の10枚になっていて、こちらも周年以降のサポートカードがほとんど対象になっており、強いサポートカードばかりが厳選されていますね。今回このダブルラックガチャを引くか悩んでいる人多いと思います。理由は今月の4月19日におそらくエピソードナギのナギガチャが登場すると思うんで、それまでブルージェムを貯めておくか悩んでいる人が多いと思うからですね。そこで今回のダブルラックガチャを引くべきかどうか簡単に考えられるように3択にしてみました。一つ目は袴潔またはメイドバローの貫突を狙っている人は引く。二つ目はエピソードナギのナギの貫突を狙う人はスルー。そして三つ目は袴潔、メイドバロー、エピソードナギの貫突を狙っていない人は排出内容の中のキャラやサポートカードで貫突が近いものがあれば引く。この3択で引くかどうか決めていきましょう。もちろん課金できる人は自由に選択していいんですけど、無課金、微課金の人はこの3択でどうするか決めてみてください。3番を選択した人は3回とも無理に引く必要はないです。今回の袴潔とメイドバローはスペシャルレクチャージボーナス 120% 持ちで登場したんで、次のエピソードナギも 120% 以上、そしてその後に出てくるキャラやサポートカードも 120% が基準値になる可能性ありますよね。なのでクロスバチラ、覚醒ライチ、クロスチギリ、キラなど最近のキャラでレベル100が近いのであれば今貫突を狙ってもいいんですけど、もし80レベル未満なのであれば今は突を進めずにブルージェムを温存しておいて、 120% 持ちの常設キャラやサポートカードが出てきた時にお得ガチャを引いていった方が後々戦力伸ばしやすいと思います。自分は覚醒ライチとキラの突を進めたいんで、とりあえず1回だけ引こうかなと思っています。3回引く価値があるぐらいお得なガチャなんですけど、個人的には今サポートカード欲しいものがないんですよね。やっぱりサポートカードの目玉はこのガチャだと執念サポートカード2枚とメイドバローだと思うんですけど、執念サポートカードを先日2枚ともやっと貫突することができたんで、他のサポートカードレベルが50だったり未所持だったりするため、120% の常設が来た時に新しいサポートカードを狙うためブルージェム温存しておこうと思います。メイドバローに関しては1枚は全員無料でもらえるんで、もし1回目のダブルラックガチャでメイドバローを2枚抜きできたら、もう1回ダブルラックガチャでメイドバローを狙ってみたいと思います。さらにメイドバローを引くことができればちょっと貫突も視野に入れていこうかなと思っています。0か100のどっちかですね。期間限定のキャラやサポートカードは期間中に貫突できなければ次ガチャを引けるのがいつになるかわからないんで、0、100か無料ガチャで少し当たったっていう人は65、80など練習能力や練習カードが解放されるキリのいいところで止めるのがいいと思います。ということでこれからダブルラックガチャ、まずは1回引いていきたいと思います。それでは久しぶりのダブルラックガチャ、3000ジェム消費していきます。できれば両方とも2枚抜きで終わりたいんですけど、サポートカードに関しては今そこまで欲しいものないんですよね。とりあえず奪いに来い以降のサポが2枚抜きで終わりたいですね。いきます。キッカー国神、ボールは光らない。
まあでも10回ずつ引き直せるんで合計20回2枚抜きしたい。最初は星2と SR、 ここからキャラの方からまず引き直していきたいと思います。おお、出てしまった袴潔。こういう限定系のキャラとかサポートカードがラックガチャの排出内容に入っている時いつも出ないんですけど、今回一発目で出てきてしまいました。母体だけ記念に持っておいてもいいかなと思うんですけど、とりあえず残り9回あるんでここは引き直していきたいと思います。ほい、イガグリになってしまった。さあ引き直し、残り8回。お、これは覚醒ライチ、狙ってたライチ来てくれました。これが50ピースだったら最高。あー、25ピース。まあ、とりあえずここは止めておいてサポカの方引き直します。いや、覚醒ライチこの3日間4日間ぐらいで一気にレベル上がってきましたね。サポカは2枚抜きできるまで引き直したいけど、 SSR すらまだ出ない。お、来た化け物たち。1枚、ここは引き直します。お、これは最悪だ。これも1枚引き直します。残り4回、結構やばくなってきた。残り3回、お願いします。残り2回、やばすぎる。もう次は確定するしかないか。クモーゼ、クモーゼはレベル55ぐらいなんで、ここ2枚抜きだったら65になって結構熱い。1枚、ということでここは覚醒ライチ引き直してもいいんですけど、確実に1枚入手すればもうすぐ100レベルなんで、覚醒ライチ1枚とクモーゼ1枚で確定しようと思います。覚醒ライチついに90レベルになりました。あと39ピース、まあ、大体2体分ですね。2体当てれば貫突なんで、覚醒ライチを最優先でこれから集めていこうと思います。ダブルラックガチャめちゃくちゃお得なんですけど、今はサポカ奪いに来い以降のやつ全然トツ進んでないんで、ここからトツを進めて80とか90になる頃には 120% のレクボを持ったサポカが常設されると思うんで、そこまでブルージェム頑張って貯めていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一つお知らせをさせてください。 YouTube のメンバー特典を追加しました。月額490円でメンバーになるとブルーロックの育成相談や最新情報を共有、メンバー限定ディスコードへ参加可能、メンバー限定の動画やライブ配信の視聴が可能、そして限定バッジの付与や限定スタンプが使用可能になります。もしご興味のある方はぜひメンバー登録よろしくお願いします。